フリーデル・クラフツ反応は方向感に対してアルキル元、またはアシル元が急電子置換する反応のこと。1877年にシャルル・フリーデルとジェームス・クラフツが発見したのでこのように呼ばれる。ハロゲンカ・アルキルまたはハロゲンカ・アシルが触媒存在下でカルボカチオンあるいはアシルカチオンとなり方向感上の水素に急電子置換する。 吸電子置換反応であるがゆえに、方向感が電子吸引き製元を有していると反応が起きなくなる。また触媒と反応しうる物質、すなわち塩基性物質を含んでいると反応が起きなくなる。フリーデルクラフツアルキル化反応は強力な、ルイス酸触媒を使用しての方向感のるキルか、すなわち方向感へのアルキル元の導入反応である。 無水の塩化鉄や塩化アルミニウムを触媒として、基本的には、元のアルキルの塩素原子の位置で、方向間と炭素炭素結合を形成する。反応原理としては、収華鉄触媒の下で、ベンゼンの収素化を行うものと似ている。フリーデルクラフツアルキル化の大きな弱点として、ポリアルキル化、すなわち新たにアルキル差が導入されることによって、方向間の電子が豊富となり、 嗅覚性が増し、さらなるアルキル化が起きてしまいがちであることが挙げられる。これは、目的性生物の収率を下げることになり、この対策として、後実のアシル化の反応が使われる。また反応に使われる、炭素数が3以上のハロゲン化アルキルの塩素原子が、第3級炭素以外についていた場合、カルボカチオンの電位が発生し、生成物が2種類以上発生しやすくなる。 これは、ルイス酸触媒のもと、カルボカチオンの熱力学的安定性が原因で、水素原子や他のアルキル元ができるだけ安定なカチオンを生成させるために移動することに起因する。例えば1、プロモプロパンとベンゼンでフリーデルクラフツアルキル化を行うと、プロピルベンゼンよりも木面が多く生成する。解決策としては、アシル化の後、アシル元を ウォルフ・キッシュナー還元等で歩キル元にすればよい。アルキル化の数を制御するために、t ブチル元などの立体障害を利用することもある。フリーデル・クラフツ・アルキル化は、ハロゲン化アルキル以外を利用するに限らず、他のアルケンやルイス酸から生じるカルボカチオン、中間体、エノン、エポキシドでも可能である。例えばある、研究成果によれば、アルケンと N ブロモスクシンイミドから生じる。 フロモニウム4が、旧電子主役となって反応する。フリーデルクラフツアシル化反応とも、ワイン化アルミニウムのような強力なルイス酸触媒の元、カルボン酸塩化物を用いて、方向間にアシル元を導入する反応である。この反応は、酸無水物を利用して行うことも可能であり、反応条件は、フリーデルクラフツアルキル化に似ている。 カルボニル元の持つ電子吸引き製のおかげで生成物がさらに他のカルボン酸塩化物と反応する、すなわち立ち性生成物の発生が少ないことが利点として挙げられる。また、反応する球電子主薬がアシルカチオンとなり、共鳴安定化される場合が多く、一旦生成されると、アルキル化のような転移を起こすことがないのが特徴である。アルキル化の場合は、触媒量は微量で良いが、 アルカノイル化の場合は多量に必要とする。これは塩化アルミニウム触媒の元アシルカチオンが生成した時に酸素原子の孤立電子体とアルミニウム原子が相互作用して作体を形成し酸素原子状に留まるために触媒の活性が落ちてしまうためである。フリーデルクラフツアルカノイル化の成功率はそのカルボン酸塩化物の安定性に依存する。 例として塩化ホルミルの場合は不安定で単理が難しく、そのためフリーデルクラフツ反応を介したベンズアルデヒドの合成は塩化ホルミルができた位置ですぐにフリーデルクラフツアシル化反応を行う必要がある。これはガッターマンコッホ反応によってベンゼント一酸化炭素塩化水素をもとに高圧塩化アルミニウムと塩化銅の混合物の触媒化で 合成が達成された。ありがとうございます。